Podcast。11時10分になっています。音の葉に乗せて水曜日のこの時間は人ネットワーク、ゲストをお迎えしてお話を伺うコーナーです。今日は函館市町線でおなじみですね、地域交流まちづくりセンターセンター長の千石智義さんです。千石さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。あ、なんか急に千石さん静かな人に、あ、そうですね、なっちゃったじゃないですか。僕ほら寡黙なんですよ実は。はい、千石さんご存知の方はね、嘘だって今思ってるかもしれませんけども、はい、今日はセンター長ということでお迎えしました、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、今年3月に函館市地域交流まちづくりセンターのセンター長の交代ということで、はい、千石さんがセンター長に就任されたんですが、きっとお聞きの方もですね、千石さんの名前はもういろんなところで聞いたことがあって、結局あの人何の人なんだろうって思ってる人もね、多分いるんじゃないかなと思うんですよ。あ、まあ、そうでしょうね。あの、はい、新聞沙汰になってるね。いろんなところでこういろんなところでね、はい、いろんな取り組み取り上げていただいて、はい、今日もね、あの出させてもらうということを喜んで、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私いろいろとねお話を伺ったことあるんですけども、はい、青年センターのね人ですって言って伺ったりとか、ジンスクエアの人ですって伺ったりとか、そうですね、はい、実は私たちは同い年なんですよね。そうなんです、はい、そうですよね、同い年です。同い年です。ここにも違うって言われたらすごいことなんですけど、あ、そうですね、同い年ですね。そうそう、私、はい、ちょっと考えたんですけど、多分ね30年ぐらい前から知り合いなんですよ。そうですね、学習塾でね、学習塾、実は同じ塾に通ってた、ね、同じ塾に通ってるって、はい、だからこうなるって言っちゃあれなんですけどね、はい、今の千石さんが形作られる前から知ってる、すごいですね。ただ千石さんは変わらないですよね。顔も変わらないです。お腹は横に広がったんですけど、ね、ちょっとあのフォルムは変わったりはしますけど、ね、柔らかく言ってくれましたね。そうそう、一応ね、はい、だから初めて会ったのは14歳になる年ですね。あ、そうですね、そうなんです。中学2年生ぐらいからね、私あの塾やってるんですよ。あ、そうですね、引き算するのやめましょう。悲しくなるからね。そうですね、はい、ちょっとうっつらってなるからなんですけど、ね、はい、まあ、でもともと函館ご出身ですよね。そうですね、函館生まれ函館育ち、はい、で、まあ、高校も函館で、大学が未来大学の1期生ですね、はいはい、そうなんです。私は受験の頃ね、公立はこうやって未来大学ができて受験できるぞってなったんですけど、どういう大学なんだろうって、まだ先輩がいないのでね、誰もいなかったですよね、はい、というかあんなところに大学がって思ってました、うん、最初作ってたんだって思いました。そうですよね、まあ、やっぱり市内に残りたかったっていうのはやっぱり大きかったんですけど、はい、やっぱり新しいもの好きっていうのもあって、あ、で当時やはりこう情報系のことが世の中でこういろいろ話が出てきている中で、あ、函館に情報の短科大学ができるんだっていうので、関心を持って進学したってところですね、はい、当時その学科名もちょっと聞いたことがないような形だったと思うんですよ、うん、そうですね、噛んじゃいますよね。情報アーキテクチャ学科、僕出身です、はい、あ、言えた情報アーキテクチャ学科、学科、ちょっと私が噛みましたけど、はい、これどういう学科だったんですか。情報、まあ、僕の出たコースは情報デザインコースなんですけれども、はい、まあ、いろいろこうデザインをやったりとか、あるいはこう、情報システムコースっていうのもあって、はい、プログラミングをやったりとか、世の中をこう、まあ、科学の力で、より良くしようという大学ですね、うん、まあ、そういうこう情報工学だったりとか、そういうことをやる大学です、はい、1期生ということで、はい、まあ、授業はね、先生方がいらっしゃいますけども、ね、学校内でいろいろ行われる行事ですとか、さまざまなことっていうのは、1期生がいろいろ作っていくっていうこともあったと思うんですが、そうですね、はい、学生生活でその勉強以外のところではどういうことをしてました。もっと言えば勉強以外を一生懸命やってたかもしれないですね。力入れちゃいました。そうですね、実は、まあ、未来大学の話の流れでいくと、はい、大学1年生の時に、まあ、1年生しかいない、250人しかいなくて、はい、でそれでも1年目に学園祭をやったんですね。で当時そのクラス制で A から F クラスまであって、はい、僕 E クラスだったんですけど、で学園祭をやりたいっていう声が一部の学生から出てきて、でその中で、教授会でクラスから一人ずつ実行員を出そうって話になって、で私のクラスだけがなかなか手を挙げる人いなくてですね、当時の担任の先生
から、はい、制服やらないって言われて、あ、いいですよって言っちゃったんですね。でそれからこういろいろ課外活動に関わるようになって、街に出るようになってって話で、うん、であの一声がなければ今の自分がないわけ でちなみにその先生今でも函館にいらっしゃるんですけど、はい、こんな言ったら覚えてないっていう、ね、あ、まあお決まりなんですけど、そんな人生の転換点になった先生なのに。はい、ちなみに高校時代はそういう、はい、あの例えば生徒会入るとかなんかの部長するとか、その人をまとめるみたいなのはやってなかったんですか？一応書道部に入ってて、はい、部長もやっていたんですけども、生徒会入るとかっていうことはなかったですね。ただなんかこう学園祭であのクラスの出し物で、クラスをこうでなんかやるときにいろいろ取りまとめたりとかはやってました。じゃあもうあのベースは一応ありつつありつつですね、まあ考え、まあ、言われてみればあんまりそんな外出る人じゃなかったんですけれどもね。うん、誰とでも仲良くなれるタイプですよね。割と、はい、誰とでも仲良くなれますね。ずっと子どもの頃から楽しそうだったなっていう印象です。あ、本当ですか？なんかずっと楽しそうな楽しそうな感じでしたか？なかなかその大人になってもあの頃でってずっと覚えてるっていうのは、多分私もそんなにすごい印象に残ったっていうのが大きいのと、そうですね、もう一つあるのは、私はあの進学先の高校で、あの仙北さんと同じ中学校出身の友人何人かいるんですけど、うん、あのいないはずなのに話題に出るんですよね。いない、そんなことあったんですか？そんなことがあって、どういうことなんだろうと思って。それはちょっと大学であの一緒になったあの共通の友人だと思うんですけど、あのいるんですけど、だからあのすごい人だなと思ってました。いないのにいるみたいだなと思って。 ありがとうございます。はい、まあ、そうやってあの、学校祭の立ち上げもということで、学校祭って学校がやりましょうって言うんじゃないですね。学生さんが、学生が、大学はそうですね、大学学生発信で やろうっていう話で、はいはい、で始まって、で僕が大学2年生の時に、大門祭っていうのを大門の商店街で、はいはい、やるっていうのを立ち上げたのも今からだから20年以上前ですかね。うん、なんか今また復活するかもしれないっていう動きがあの出てて、ちょっと嬉しいなと思って。今あの、はい、キャンパスコンソーシアムさんの、ね、動きとかもありますから、その大学の課の連携なんていうのもありますけども、ね、あの当時公立函館未来大学はこう新しい大学ですよね、その他の函館近郊の大学との関わりっていうのは、そうですね、はい、そんで、で当時はそういうキャンパスコンソーシアムとかって機能がなかったので、はい、自分たちでこう教育大に行ったりとか短大に行ったりとかして仲間を集めて、あの実行委員会を立ち上げて大門でお祭りをやって、でその大門商店街でお祭りをやってたんですけど、当時その僕の前任 そのセンター長の丸藤さんが、はい、あの大門商店街でお店をやってた、額縁屋さん、ね、額縁屋さんをやってらっしゃった。それぐらい、それなんかもう古い付き合いですね。そうですね、じゃあ20年ぐらいの、はい、20年以上前ですね、お付き合いあるかなっていう形なんですね。はいはいはい、そこからですね、まあ、大学行きますよ ね、あのちょっと学生生活以外がね充実してたのがあるみたいですけど、でも、まあ、無事卒業されて、はい、ちなみにあの学校関連だとあの同窓会は会長でいらっしゃる、一応、まあ、はい、まだ会長、はい、やらせてもらってますね。同窓会名ってあるんですか？未来大学同窓会、あ、なんとか会、そのまんま同窓会ですね、はい、もうあの卒業されて20年くらいですね。20年ですね、はい、一応今年24年なので、設立20周年ですね、はい、で来年に向けて20周、まあ今年20周年なんで20周年のなんかやりたいねっていう動きを今、うん、あの進めていますね。同級生で、はい、この同じように函館で活躍してる方っていらっしゃいますか？同級生でも、はい、何人か、はい、いると思いますね。時々会うと元気だったとかそういう話もするし、 あとその、後輩でも、はいはい、何名か活躍してる人もいたりとかして、でやっぱり卒業して、町を出てこっちに帰ってくる人たちも増えてきたりとか、あるいはその、学園祭の時だけ関わってくれる卒業生がいたりとか、はい、っていうので、あの大学がのから出た人材がこう、うん、世の中に出て活躍していってるなっていうのを日々感じますね。嬉しいですよね、はい、嬉しいですね。であの市内の大学ですからね、よく話題に上りますし ねよく話題になりますね、はい、そして大学卒業された後は、市内デザイン会社に入られたということで、はい、こうデザイン学んでね来られたので、はい、それを生かしてってことですね。そうですね、はい、一応印刷物とかホームページの制作をする会社に8年間勤め、はい、でその後青年センターの方に、はい、縁があってセンター長5年間かなやらせてもらっ
って、でその後 G スケアの方がオープンするっていうことで、はい、こちらもまあ縁があって、はい、3年間かな、3年弱かな、センター長やらせてもらいました。青年センターで今本当にさまざまな催しが行われていたりですとか、はい、企画があったりというふうにするんですけども、ええ、青年って名前ついてますから、ええ、センター長としては青年の時期にねセンター長されてましたけど、まあ、そうですね29の時に、はいはい、センター長になって5年間だったんですけれども、やっぱりこうでも、いつでも誰でも心は青年っていうふうに歌っているんですよね。まあ、かつて青年だった人でも、はい、これから青年になる人でもどなたでもこう施設は使えるんだよっていうのをこう打ち出して使ってもらってましたね。そして G スクエアは G スクエアが開設されるときにセンター長にということ で、はい、全く新しい施設だったので、全く新しい施設でしたね、はいはい、右も左も分からぬまま、ね、はい、なんか今までと同じじゃやっぱりちょっと違うじゃないですか。ちょっと違うっていう、どういう場所になるっていうことで、まあ、思いとしてはやはりこう若い人たちを中心として、まあいろんな取り組み、それこそ僕みたいに学園祭に関わるようになって街に出るようになったみたいな流れを、まあ実際に関わるようになって街にねこう新たなムーブメントを起こすような取り組みが増えていったらいいなっていう思いで運営をしてて、今も岡本センター長がやってくれてますけどね、そういった取り組みを、はい、さまざまなねイベントなんかも G スケアが会場ですっていうの多いんですが、ね、グレーの聖地にもなってますね。グレーのそうですね、聖地にもなってますね、はい、カラクリ時計とレリーフがね、はい、あるんでね、もすごい場所ですよね。すごい場所ですよね。面白いなと思うんですが、グレーといえば、ね、仙石さんとグレーはちょっと関わりがありますね。あ、一応言っときましょうよ、言っときましょうよ、はい、函館、まあグレーまあね有名ですけれども、はい、函館でこうプロモーションビデオを撮られた走れ未来のね、はい、曲なんかで、実は僕演劇もやってたので、はい、そのつながりでプロモーションビデオ出ませんかって声がかかって、で劇団に声かけて、私実は走れ未来のプロモーションビデオにちょっとだけ出てるんです。セリフありますもんね。セリフあるんですよ、ね、ええ、大根役者ですみませんね。あ、出てるってなるぐらいのちゃんとはしっかり映ってるんですけど、しっかり映ってますね、はいはい、撮影どうでした？撮影楽しかったですよ、うん、割とちゃんとスッと1回か2回で通りました。あ、そうなんですね。役者じゃないですか。役者っていうか、そうですね、お芝居ってでも面白いですよね。こうその人がこう生きてきたこう生き様がこう表現に出るので、また今年齢重ねてきたので、はい、やっぱりこうお腹も出てきただけじゃなくて人生も一応重ねてきているので、そういったこう役者、例えば依頼あったらまた今度出てみたいなって思いはちょっとありますね、はい、の演劇をねやってらっしゃったって言ってましたけど、はい、演劇はどういうきっかけで始めたんですか？演劇はきっかけはですね、大学のそれこそ一緒に活動してた親友が市内のアマチュア劇団に所属していて、でそれを観劇するようになってちょっと自分も関わってみたいなっていうのがきっかけですね。面白そうと思って、そういう舞台に出てその人の前に出てまとめてっていうのとまたちょっと違うじゃないですか。またちょっと演技してねとかって、演技してねってちょっと違いますよね。そういうのはもう全然やってみようよしっていうぐらいでいけちゃう方なんですか？いけちゃったんですけど、でも全然僕下手くそ で全然セリフ覚えられなくてですね、まあ、いつも演出に怒られてたんですけど、はい、でも楽しみながらできたんですね。楽しみながら、はい、やってましたね。グレーのミュージックビデオにも出たということで、おかげさまでね、なんかこれで作品としてなんか以降自分の作品じゃないですけどね出たっていうので残ってるっていうのはすごい素晴らしいことですよね。ありがたい話ですね。素晴らしいですよね、うん、はい、なんか後年また見返してね、 あの頃出たぞっていうのが あの頃出たぞみたいなね、はい、できますね、はい、そして、その後ですね、またさまざまな団体に所属されたりとか、はい、いろいろとお仕事はされたということで、ね、された上で の今は町づくりセンターのセンター長っていう、はい、センター長に今回なるにあたっては、はい、何かどういう流れで声がかかったとかあるんですか？今の町づくりセンターの理事長の方から、はいはい、声がかかって、どうだいこうやってみないかいっていうふうにお声掛けをいただきましたね。ちょうど去年の、まあ、夏頃なんですけど声がかかって、はい、それで当時から、まあ、去年ありましたけど開港ごとし景観まちづくり会議っていうのがあって、はい、まあ、いろんな市民活動団体の方々が関わってやった9月にやった大会だったんですけど、それに向けて1年半ぐらい準備重ねてきてて、うん、
で、まあ、今の理事長ともずっとそれに関わる前から声にさせてもらってたというのもあって、はい、でやはりこういろんな市民団体の方々と関わるようになって、やっぱ自分好きなんだなこういうのっていうのをやはり気づいて、はい、お引き受けしたっていうところですね、はいはい。実際交代されたのが、はい、2月末で2月末3月1日からですね、はいはい、って形なんですね、はい、今交代して1ヶ月2ヶ月か2ヶ月くらいですけど、はい、はい、実際にセンター長で活動してみてどうですか？もううちスタッフがしっかりしてるので僕こう座ってあでもこうでもって 、はい、言ってるだけでみんな仕事してくれるんですごい助かってますね。長くいらっしゃるスタッフの方もね、いらっしゃいますね。あとはこう利用してるくれる方々から声かけてもらったりとかして、すごいこう楽しい日々を過ごしてますね。あとはこうあそこにこうでお仕事してると、はい、市電がこうダーッとこう、ね、はい、走っていくっていうのもすごいこう素敵な場所だなと思って、うん、仕事させてもらってるのと、あとは自分もその歴史の活動もしてたりとかするので、その古地図とか古写真使ったね、はい、でそういったところでこう建物自体が歴史的な建物っていうところもあったりとか、うん、こうエレベーターもね、最古の東北北最古のエレベーターがあったりとか、そういった環境で仕事させてもらってっていうのがすごい幸せな状態ですね、はい。今日のゲストは函館市地域交流まちづくりセンターセンター長の千石智恵さんです、はい。さて先ほどですね、函館の古地図古写真を活用した活動もされているということで、具体的にはどういう活動なんですか？函館はやはりこう開港都市ということもあって、はい、いろんな歴史資料が町に残っているんですけれども、そういった資料がですね、函館市中央図書館だったり市立函館博物館だったりに、はい、こうデジタルデータで保管されてるんですね。でそれらの資料を活用して、子どもたちだったり市民だったり、はい、あるいは観光客だったりの皆さんに、函館の歴史のですね、奥深さ楽しさ面白さっていうのをこう伝えるための活動を何年か前からしてて、まあ、実は一番最初にこう就職した会社で、はい、そういったカレンダーっていうのをですね、古地図古写真カレンダーっていうのをずっと私の尊敬する経営者の星野豊さんですけど、まあ、何年か前亡くなったんですけど、そのずっと会社で一緒に年1回作ってて、で、3年前に復刻版ということで、はい、星野さん亡くなって5年目と没後5年ということで、カレンダーを作って、それからずっとこうポストカード作ったりとか、あとはこう、講演会活動学校とかですね、この前いつだったかな、高齢者大学とか、はい、頼まれて、人生の諸先輩方を前にね歴史の話するっていうのはね本当に緊張しましたね、はい、はい、詳しい方もいたんじゃないですか？いましたよ、もうドキドキでしたよ、何よりも緊張しましたねいろいろ説明すると喋、りたくなるっていう方いますよね。まあそうでしょうね、はい、うん、質問したい喋りたいって方、でも終わった後千穂さんよかったよって言ってもらえたのもほっとしまして、よかったですね、そんなこともありましてですね、はい、古地図古写真を見ながら、その道がね今でも変わらないっていうところはあったりしますので、まあ、そうです、道もそうですけど、はい、町の根幹となる町並みっていうのはほとんど変わらないですね、はい、まあ、それこそ今ある二十軒坂だったりとかはこう大火の知恵でできた広さですよね、はい、炎症を防ぐためのことだったりなんだよっていうのもこう分かりやすくこう噛み砕いて伝えるように何かあれば工夫してますね。それこそさっき申し上げた、開港後都市景観まちづくり会議の時にも、はい、街歩きする時にその資料を活用して、街歩きしながらということも企画していました。きっとカレンダーを、ね、お持ちの方ですとか、はい、あと今古地図古写真って聞いて、新聞等で、ね、報道されていることもあるので、ご存知の方もいると思うんですが、聞いて私も喋りたいという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、ね、ちなみに昨日から、はい、函館写真の会がまちづくりセンターで展示やってますんで、はい、古地図古写真使ってますんで、ぜひそちらも見に来てください、はいはい、ぜひご覧いただきたいと思います。ちゃっかり、ね、宣伝したりしてね、宣伝いっぱいしていってください、さあ3月からですねセンター長になられたということで、まちづくりセンターのお仕事は楽しくされてるっていうことなんですが、ね、もうセンター長として多分これから新しいことを自分でやってみたいとか、こんな風になっていいかなって考えてるところもあると思うんですが、どうでしょうか？そうですね、やはり自分が、デザインだったりとか、はい、情報発信だったりとかの仕事に精通していたっていうのもあるので、そういったスキルを生かしてですね、活動している、団体さんのお手伝いができたらいいかなっていうところと、はい、あとは、ずっと NPO の
畑で、講師ともに活動しているので、全土のいろんな NPO の人たちとのつながりもあるので、はい、そういったところの、つながりを生かして、道南でですね、いろんな市民活動を盛り上げていきたいなっていう思いでおります。はいはい、ということで、じゃあいろんなところで何かの集まりとか活動があると、はい、いるかもしれない。いるかもしれないですね。はい、その時は煙たがらず構ってもらえればなと思いますんで。どこ行っても千石さんいるなみたいな、言われると、はい、本当に一人なのみたいなね。分身してんじゃないか、たまに言われます。言われますね。あれ、さっきあっちにいたじゃないですか、ね、言われますけれどもね。はい、でもいろんなことやってみたいと思って、それに興味持って参加できるっていうのは本当パワーがあるってことですね。ありがとうございます。はい、そうですね。はい、でも最近はまあ疲れないようにあまり、ね、やろうかなと思って。そうですね、ちょっと40過ぎるとね、疲れがね、ちょっと疲れてくるんですよね。はい、たまるんですよね。はい、よくない話をされたくなったんですけど、センター長の千石さんのことをよく知りたいよという方はですね、箱町通信クーポラというのがですね、これ、ね、まちくりセンターのね、はい、候補誌ですね、候補誌ね、出てますので、はい、これ前センター長の丸藤さんと握手組み交わしてね、あ、そうですね、ニッコニコのセンターの前で撮ってるのが、町線の、はい、まちづくりセンターを拝見した写真ですけど、若干というか結構科学の力借りてるんですけど、あ、ここだけの話ですね。逆光だったかなっていうのはちょっと、そうね、感じますね。はい、はい、だいぶ、科学の力借りたと。科学の力借りてます、ね。はい、この中にですね、千石さんの紹介っていうのがあって、細かくですね、分かるようになってますので、はい、ガンダムが大好きなんだそうです。あ、そうですね、はいはい、犬も大好きです。犬も大好きだそうですよ、はい、劇団四季も好きだそうですよ。あ、そうですね、はい、ウィキッドという演目が、はいはい、大好きです。あ、もう、そろそろお時間なんですが、最後にしておきましょう。マラソン今年出るんですか。一応6月30日に向けて、はいはい、準備をしていきたいなと思います。はい、フルの方に、はい、ハーフです。ハーフです。フルは違う競技ですか。はい、やっぱやらないとね、運動しないので、はい、いや、でもね、もう本当に私50メートルぐらいでもやめたいなって思うなので、素晴らしいことだと思いますので、はい、じゃあ頑張ってください。6月は、ありがとうございます。箱根マラソン頑張ります。出られる。あ、出るって言っちゃったから出なきゃだめ。そうですよ、もうオンエアで言ってますから、ね、あ、言っちゃったから、ね、公約みたいな、公約になっちゃったね。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。人ネットワーク、今日のゲストは函館市地域交流まちづくりセンターセンター長の千石智義さんでした。千石さん、今日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。See you in the next episode.